オブジェクト思考プログラミングとは、オブジェクトという概念に基づいた、プログラミングパラダイムの一つである。オブジェクトは、任意個数のフィールドで構成されるデータと、任意個数ので構成される、コードのひとまとまりで構成される。オブジェクトの特徴として、オブジェクト自身の手続きが、自身のデータフィールドを読み書きできることが挙げられる。また、OOPでは、相互に作用するオブジェクトを組み合わせて、プログラムを設計する。OOP言語のあり方は多様であるが、最も一般的と言えるものは、オブジェクトがクラスのインスタンスであり、また、オブジェクトの型もクラスとして規定される、クラスベースと言われるものである。広く使われている、プログラミング言語の多くは、マルチパラダイムであるが、程度の差はあれ、オブジェクト思考プログラミングをサポートしており、大抵は、命令型や手続き型プログラミングとの組み合わせで用いられる。主なオブジェクト思考言語には次のようなものが挙げられる。Java、C、C、Python、R、PHP、Visual Basic .NET、JavaScript、Ruby、Perl、SIMSCRIPT、Object Pascal、Objective、C、Dart、Swift、Scala、Kotlin、Common Lisp、MATLAB、スモーレトーク、ANLによるクラスの表記法。このボタンクラスは、データを表す変数と関数を持ち、継承により、ボタンクラスのサブセットとして、サブクラスを作成することが可能である。また、オブジェクトは、クラスのインスタンスである。オブジェクト思考という言葉自体は、計算機科学者、アラン・ケイによって考案されたが、現在のオブジェクト思考プログラミングという文脈におけるオブジェクトや思考を表す用語が初めて登場したのは1950年代後半から1960年代前半にかけてのマサチューセッツ工科大学においてである。1960年代初頭の人工知能グループ界隈ではオブジェクトはプロパティを持つ個体識別可能なアイテムを意味していた。後に、アラン・ケイは、1966年に、リスプの内部構造を詳細に理解したことが彼の考え方に強い影響を与えたと述べている。私は、オブジェクトとは、生物の細胞やネットワーク上の個々のコンピュータのよう、もの、そしてそれらのコミュニケーションはもっぱらメッセージによって行われるもの、と考えていました。アラン・ケイ、MIT における初期の例としては、この他にも、1960年から1961年にかけて、アイバン・サザランドが作成したスケッチャパッドが挙げられる。サザランドは、1963年の技術レポートの用語集で、グラフィカルなインタラクションに特化しているとはいえ、オブジェクトとインスタンスの概念を定義している。また、MIT 版のアルゴルである AED-0 では、データ構造と手続きを直接結びつけ、後にメッセージ、メソッド、メンバ関数と呼ばれるようなものの方が見られる。1962年、クリステン・ニゴールはノルウェー計算センターでシミュレーション言語のプロジェクトを開始した。これは彼が以前に用いたモンテカルロ法と実世界のシステムを概念化する仕事に基づくものであった。オーレイ・コール・ヨハン・ダールが正式にプロジェクトに参加し、ユニバックI上で動作するシミュラ、プログラミング言語が設計された。シミュラは、クラスやオブジェクト、継承、ダイナミックバインディングなど、今日のオブジェクト思考プログラミングには不可欠である、重要な概念を導入した。シミュラはまた、プログラミングにおけるデータ保全を考慮して設計されたものでもあった。プログラミングのデータ保全のために参照カウントによる検出プロセスが実装されたのに加え、最終手段としてガベージコレクタがメモリ内の使用されていないオブジェクトを削除するようになっていた。しかし、データオブジェクトの概念は1965年にはすでに確立されていたものの、プライベートやパブリックといった変数のスコープのレベルによるデータのカプセル化については、アクセスする手続きもまた隠蔽できなければならなかったため、シミュラでは実装されなかった。初期の段階では、シミュラはプログラミング言語アルゴル60のための手続きパッケージとされていた。しかし、アルゴルによる制約に不満を感じた研究者たちは、ユニバックアルゴル60コンパイラを使用した、本格的なプログラミング言語として、シミュラを開発することにした。DartとNigolは1965年から1966年にかけて、シミュラの普及に尽力し、スウェーデン、ドイツ、ソビエト連邦などでシミュラの使用が増加した。1968年には、バロース B5000 上で広く利用されるようになり、後には、ユーラル -16 コンピュータ上にも実装された。1966年、DartとNigolは、シミュラのコンパイラを書いた。彼らは、SIMSCRIPTを実装に用いて、アントニー・ホアのレコードクラス概念を取り入れることに熱心に取り組んだが、彼らは一般化されたプロセスの概念として、レコードクラスの属性を保持する層と、窃盗時の系列を保持する層の二層構造とする方式にたどり着いた。窃盗時の系列を通じて、プロセスは先行する定義を参照し、それらの属性を追加することができる。このようにしてシミュラは、クラスとサブクラスの階層を導入し、これらのクラスからオブジェクトを生成することを可能にする方法を導入することとなった。1972年には IBM システム360及び IBM システム370の IBM メインフレーム用にシミュラ67コンパイラが完成。同年、フランスのキ1070及びキアイリス80。メインフレーム用のシミュラ67コンパイラが無償で提供された。1974年にはシミュラユーザー会は23カ国のメンバーを有するまでになっていた。1975年初頭、ディクシステム -10 メインフレームファミリー用のシミュラ67コンパイラが無償でリリースされ、同年8月までにディクシステム -10 のシミュラ67コンパイラは28サイトにインストールされた。オブジェクト指向のプログラミング言語としてシミュラは、貨物庫における船舶と積載貨物の動きを調査、改善するための研究のような物理モデリング研究に携わる研究者に主に利用されていた。1970年代、ゼロックスパロアルト研究所において、アラン・K、ダン・インガルス、アデル・ゴールドバーグらによって、プログラミング言語スモーレトークの最初のバージョンが開発された。スモーレトーク -72 はプログラミング環境を含み、動的片付けであり、当初はコンパイルしてからの実行ではなく、インタプリタ実行であった。スモーレトークは、言語レベルでのオブジェクト指向の適用と、グラフィカルな開発環境で注目されたが、スモーレトークが様々なバージョンを経て成長するにつれ、この言語への関心も高まっていった。スモーレトークはシミュラ67で導入されたアイデアの影響を受けてはいるものの、クラスを動的に生成、変更できるなど、完全に動的なシステムとして設計された。1970年代、スモーレトークは、リスプコミュニティに影響を与え、リスプコミュニティは、リスプマシンを通じて開発者に紹介された、オブジェクトベースの技術を取り入れた。リスプの様々な拡張機能、ループスやフレーバーズなどが導入した、多重継承やミックスインの試みは、最終的に関数型プログラミングとオブジェクト、指向プログラミングを統合し、メタオブジェクトプロトコルによる拡張を可能にした、コモンリスプのオブジェクト指向システムへとつながった。1980年代にはメモリ上のオブジェクトをハードウェアでサポートするプロセッサーアーキテクチャを設計する試みがいくつか行われたが、インテル iFX432 やリンスマート、リカーシブなど、いずれも商業的に成功しなかった。1981年、ゴールドバーグはバイトマガジン8月号のスモーレトーク特集号で、スモーレトークとオブジェクト指向プログラミングをより多くの人々に紹介した。1986年、アクメが主催する第1回ウップスラが開催され、予想に反して1000人が参加した。1980年代半ばには、ITT でスモーレトークを使っていたブラッド・コックスによって、Objective-C が開発され、博士論文でシミュラーを扱っていたビャーネ・ストロブストルップよって、オブジェクト指向の C が作られた。1985年には、バートランド・メイヤーも、エッフェルの最初の設計を行った。ソフトウェアの品質に焦点を当てたエッフェルは、純粋なオブジェクト指向プログラミング言語であり、ソフトウェアのライフサイクル全体をサポートする機法を持つ。メイヤーは、ソフトウェア工学とコンピュータサイエンスの少数の重要なアイデアに基づいたエッフェルでのソフトウェア開発手法をオブジェクト指向入門で解説している。エッフェルではメイヤーが開発した信頼性担保の機構である契約プログラミングが開発手法と言語の双方に不可欠な要素となっている。千代部プログラミング言語の人気ランキングの2002年から2018年のグラフ。2000年代のオブジェクト指向言語 Java と手続き型プログラミング言語 C の首位争いの様子。1990年代前半から半ばにかけてオブジェクト指向プログラミングはその技術をサポートするプログラミング言語が広く普及したことによりプログラミングパラダイムとして主要なものとなった。その中には Visual Fox Pro 3.0、C、Delphi などがある。その勢力は、オブジェクト指向プログラミング技術に支えられた、グラフィカルユーザーインターフェースの人気向上とともに、高まった。動的な GUI ライブラリーと OOP 言語が密接に連携している例としては、スモーレトークを規範にした C のオブジェクト指向の動的メッセージング拡張である Objective-C で書かれた MacOS の Cocoa フレームワークなどが挙げられる。また、OOP ツールキットの存在は、イベント駆動型プログラミングの人気を高めることにも、つながった。チューリッヒ工科大学では、ニクラウス・ビルトらが、データ抽象化やモジュール化プログラミングなどの研究を行っていた。1978年に発表されたモジュラ -2 にはこの2つが盛り込まれており、その後に発表されたオベロンでは、オブジェクト指向やクラスなどに対する独自のアプローチが盛り込まれている。オブジェクト指向の機能は、ADA、Basic、Fortran、Pascal、COBOL など、既存の多くの言語に追加されていったが、しかし、設計当初に、これらの機能を想定していなかった言語に追加した場合、コードの互換性や保守性には、問題が生じることが多かった。最近では、主として、オブジェクト指向でありながら、手続き型プログラミングの方法論にも対応した、言語が数多く登場している。そのような言語としては、Python や Ruby がある。最近の商業的なオブジェクト指向言語で最も重要なものには、サンマイクロシステムズ社が開発した Java や、Microsoft のネットプラットフォーム用に設計された C、Visual Basic .NET が挙げられる。これら2つのフレームワークは、実装を抽象化することによる、OOP 仕様の利点を、それぞれの方法で示している。VB、NET と C 間では、言語関係省をサポートしており、一方の言語で定義されたクラスが、他方の言語で定義されたクラスを、サブクラス化することができる。オブジェクト指向プログラミングでは、オブジェクトを使用するが、言語仕様で、OOP 対応を謳っていても、関連する技術や構造のすべてが言語機能により直接サポートされているわけではない。以下に挙げる特徴は、特に言及されている例外を除いて、クラス指向やオブジェクト指向の傾向が強いとされる、言語に共通すると考えられるものである。モジュラープログラミングサポートでは、手続きをファイルやモジュールにまとめて整理する機能がある。モジュールは名前空間を持つため、あるモジュールの識別子が他のモジュールの同名の手続きや変数と衝突することを避けることができる。オブジェクト指向プログラミングをサポートする言語は、コードの再利用と拡張性のために、典型的にはクラスまたはプロトタイプの形で継承を使用する。クラスを使用するものは、主に2つの概念をサポートする。オブジェクトは、現実の世界にあるものをなぞらえることがある。例えば、描画プログラムには、円、四角、メニューなどのオブジェクトがあり、オンラインショッピングシステムでは、ショッピングカート、顧客、商品などのオブジェクトがある。オブジェクトは、ファイルのオープンを表すオブジェクトや、米国間用単位から、メートル法に変換するサービスを提供するオブジェクトのように、より抽象的なエンティティを表すこともある。オブジェクト指向プログラミングとは、単なるクラスやオブジェクトではなく、データフィールドやメソッドを含んだオブジェクトを中心とした、プログラミングパラダイム全般のことです。クラスを使って、関係のないメソッドをまとめて整理する。これが、オブジェクト指向の本質ではないことを理解しましょう。ジュナであり、マスタリング PHP デザインパターンズ ONONO のオブジェクトは、特定のクラスのインスタンスと呼ばれる。OOP の手続きは、メソッドと呼ばれ、変数は、フィールド、メンバー、属性、プロパティとも呼ばれる。関連して、以下のような用語があるオブジェクトは、複雑な内部構造を持った変数のようにアクセスされるが、多くの言語で、実質的にはポインタであり、インスタンスへの参照として機能する。オブジェクトは、内部コードと外部コードを分離を可能とする抽象化の層を提供する。外部のコードは、特定の入力引数の組み合わせで、特定のインスタンスメソッドを呼び出したり、インスタンス変数を読み込んだり、インスタンス変数に書き込んだりすることで、オブジェクトを使用することができる。オブジェクトは、コンストラクタと呼ばれるクラス内の特定メソッドを呼び出すことで生成される。プログラムは実行中に、それぞれ独立して操作することが可能な同じクラスのインスタンスを多数作成することができる。これは、同じ手続きを異なるデータセットで簡便に利用する方法となる。クラスを使用するOOPを、クラスベースプログラミングと呼ぶことがあるが、プロトタイプベースプログラミングではクラスを使用しないのが一般的である。そのため、オブジェクトとインスタンスという概念の定義は、それぞれで大きく異なるが類似した用語が用いられている。言語によっては、トレイトやミックスインのような概念を用いて、クラスやオブジェクトを構成することが可能である。クラスベースの言語では、あらかじめクラスが定義され、そのクラスに基づいて、オブジェクトがインスタンス化される。例えば、アップルとオレンジという2つのオブジェクトが、フルーツというクラスからインスタンス化された場合、それらは本質的には果物であり、同じように取り扱えることの保証がされる。プロトタイプベースの言語では、オブジェクトが主要な実態である。クラスは存在しない。オブジェクトのプロトタイプとは、あるオブジェクトからリンクされている別のオブジェクトに過ぎない。すべてのオブジェクトは一つのプロトタイプリンクを持つ。新しいオブジェクトは、プロトタイプとして選ばれた既存のオブジェクトに基づいて作成することができる。フルーツオブジェクトが存在し、アップルとオレンジの両方がフルーツをプロトタイプとしている場合、二つの異なるオブジェクト、アップルとオレンジを果物と考えることができる。フルーツ、クラスという概念は、明示的には存在しないが、同じプロトタイプを共有するオブジェクトの同値クラスとしては存在する。プロトタイプの属性やメソッドは、このプロトタイプで定義された同値クラスのすべてのオブジェクトから移譲先とされる。オブジェクト固有の属性やメソッドは、同値クラスの他のオブジェクトに共有されない場合がある。例えば、属性シュガーコンテントは Apple には予期せず、存在しない場合がある。プロトタイプで実装できるのは、単一継承のみである。メソッドの呼び出しに応じて実行する手続きのコードを選択するのは外在するコードではなくオブジェクトの責任である。典型的にはオブジェクトに関連付けられたテーブルから実行時にメソッドを検索するが、この機能は動的ディスパッチとして知られており、抽象データ型において全てのインスタンスの操作が静的に実装されているのとは対照的である。呼び出しの変化が、呼び出されたオブジェクトの単一の型にのみにはよらない場合、多重ディスパッチと呼ばれる。メソッド呼び出しは、メッセージパッシングとも呼ばれる。これは、メソッド呼び出しを、ディスパッチのために、オブジェクトに渡されるメッセージとして概念化したものである。カプセル化とは、オブジェクト指向プログラミングにおいて、データとそのデータを操作する関数を結びつけ、両者を外部からの干渉や誤用から守ることである。データのカプセル化は、OOPの重要な概念である、情報隠蔽にも通じる。クラスがメソッドを通じてのみオブジェクトの内部データへのアクセスを許可し、それ以外の呼び出しコードにアクセスを許可しない場合、これはカプセル化として知られる強力な抽象化、または情報隠蔽の形態である。いくつかの言語では、クラスがアクセス制限を明示的に行うことができる。例えば、内部データであることをプライベートというキーワードで指定し、クラス外のコードが使用することを意図したメソッドをパブリックというキーワードで指定することができる。また、メソッドはパブリック、プライベート、またはプロテクテッドのように中間のアクセスレベルとすることもできる。また他の言語では、アクセス制限は命名法などの慣例によってのみ強制される。カプセル化することで外部のコードがオブジェクトの内部動作に関与してしまうことを防ぐことができ、リファクタリングを容易にする。例えば、クラスの設計者は外部のコードは変更することなく、そのクラスのオブジェクト内部のデータ表現を変更することができる。また、特定のデータに関連するすべてのコードを同じクラスに配置することで、他のプログラマが理解しやすいように整理することもできる。カプセル化は、素結合を促進する技術である。オブジェクトは、そのインスタンス変数に、他のオブジェクトを含めることができ、これを、オブジェクトコンポジションと呼ぶ。例えば、従業員クラスのオブジェクトは、名前や役職、といった、自身のインスタンス変数に加えて、住所クラスのオブジェクトを含むことができる。オブジェクトコンポジションは、ハズウェイの関係を表現するために使用できる。例えば、すべての従業員は住所を持っているので、すべての従業員オブジェクトは、住所オブジェクトを格納する場所にアクセスできる。クラスをサポートする言語は、大抵は、継承をサポートしている。継承とは、クラスを〇〇はであるという関係の階層に配置することであるが、例えば、エンプロイークラスは、パーソンクラスを継承する場合、親クラスで利用できるデータやメソッドは、子クラスでも同じ名前で利用可能である。また、パーソンクラスは、ファーストネームとラストネームという変数を、メイクフルネームというメソッドで定義した場合、これらの定義は、エンプロイークラスでも利用可能である。加えて、エンプロイークラスには、変数ポジションと、サラリーを追加することもできる。この手法では、同じ手続きやデータ定義を簡単に再利用できるだけでなく、現実世界の関係を直感的に反映できる可能性を広げる。開発者は、データベースのテーブルやプログラミングのサブルーチンを扱うのではなく、開発アプリケーションのユーザーが、より精通しているドメインのオブジェクトを扱うことができる。サブクラスは、スーパークラスで定義されたメソッドをオーバーライドできる。言語よっては多重継承が可能だが、多重継承ではオーバーライドの解決は複雑になる可能性がある。また、言語によってはミックスインを特別にサポートしているものもあるが、多重継承をサポートする言語では、ミックスインは単にis a type ofの関係を表すことのないクラスの一つである。ミックスインは典型的には、同一のメソッドを複数のクラスに追加するために使われる。例えば、共通の親クラスを持たないファイルリーダークラスと、ウェブペスクレーパークラスに、ユニコード通話スキーことにより共通のメソッドを提供することができる。抽象クラスは、オブジェクトへインスタンス化することはできない。インスタンス化できる、他の具象クラスが継承するためにのみ存在する。Java では、ファイナルキーワードを用いて、クラスがサブクラス化されるのを防止できる。コンポジションオーバーインヘリタンスの方針は、継承の代わりに合成を使って、ハズウェイ関係を実装することを提唱している。例えば、エンプロイークラスは、パーソンクラスを継承する代わりに、各エンプロイーオブジェクトの内部にパーソンオブジェクトを含めることで、仮にパーソンクラスが公開された属性やメソッドを多数持っていても、外部のコードからは隠せるようにする。また、Go のように、継承を全くサポートしていない言語も存在する。開放、閉鎖原則は、クラスやメソッドは、拡張に対しては、開放的であるが、変更に対しては、閉鎖的であるべきという原則を提唱している。以上もまた、継承の代わりに利用できる言語機能である。サブタイピングでは、呼び出すコードがサポートされている階層のどのクラスを操作しているのかという詳細には関知しないことが可能である。一方、継承階層内のオブジェクト間では、同じ操作名でも挙動が異なる場合がある。例えば、サークル型とスクエア型のオブジェクトが、シェイプという共通のクラスから派生している場合、シェイプの各型のドロー関数は、それぞれの描画に必要な機能を実装しているが、呼び出しのコードは、描画されるシェイプが特定の型であるかどうかには、無関心でいられる。これもまた、クラス階層からコードを引き離して単純化し、強力な関心の分離を可能にする抽象化の一種である。オープンな再起をサポートする言語では、オブジェクトのメソッドは、同じオブジェクト上の他のメソッドや、自分自身を呼び出すことができる。通常は、this や self と呼ばれる特別な変数や、キーワードを使用して、呼び出しをするのが一般的であるが、この変数は、遅延結合であり、あるクラスで定義されたメソッドが、そのサブクラスで後から定義された別のメソッドを呼び出すことができる。継承は意味論的には is/way の関係を作るため、サブクラスからインスタンス化されたオブジェクトは、スーパークラスからインスタンス化されたオブジェクトの代わりに常に安全に使用できると推測するのは直感的ではあるが、この直感はほとんどのループ言語、特にミュータブルなオブジェクトを許可している言語では、誤りである。ループ言語の型検査機によって強制される部分片付けでは、いかなる状況でも、振る舞いにおける部分片付けは保証することはできない。ビヘイビアルサブタイピングは一般に決定不能であり、プログラムでは実装できない。クラスやオブジェクトの階層は、文法間違いでは検出できない使い方がされる可能性を考慮に入れて、慎重に設計する必要がある。この問題は、リスコフの置換原則としても知られている。OOPと関係データベース管理システムは、どちらも今日のソフトウェアとして、非常に一般的であるが、双方を接続する場合、関係データベースは、オブジェクトを直接格納しないため、この2つの世界を橋渡しすることが、一般的な需要として台頭した。アクセス方法や、データパターンをOOPと RDB との間で、橋渡しする際の問題は、オブジェクト、リレーションのインピーダンスミスマッチと呼ばれている。この問題に対処するためのアプローチはいくつかある。欠点のない一般的な解決策と言えるものはないが、代表的なものとして、オブジェクト関係マッピングがあり、Visual Fox Pro などの IDE 言語や、Java Data Objects、Ruby on Rails の Active Record などのライブラリーが存在する。また、RDBMS を代替する、オブジェクトデータベースも存在するが、技術的にも、商業的にも、RDBMS ほど広く成功は収めていない。OOP は、ソースコードの再利用性やソフトウェアの保守性を高めるよう発展してきたが、ある時期までは制御フローの透過的な表現については、あまり顧みられることもなく、コンパイラが、任意に処理すれば良いと考えられてきた。しかし、OOP での実現にはある、種の困難を伴うものの、並列ハードウェアや、マルチスレッドコーディングの重要性が増すにつれ、透過的な制御フローの開発は、重要になってきている。責任駆動設計では、クラスは、共有する情報とそれを扱う責務という観点から、定義されるべきであるとし、クラス定義の契約として設計する。ワーフス・ブロックとウィルカーシンは、責任駆動設計と対比して、データ駆動設計は、クラスが保持すべきデータ構造のみを中心に定義されるとし、責任駆動型の設計が望ましいとしている。ソリッドのガイドラインは、プログラミングにおける5つの実践の頭文字を取った語呂合わせであり、マイケル C ・フェザーズが考案し提唱したものである、グラスプ、ゼネラルリスポンシビリティアサインメントソフトウェアパターンズは、クレイグ・ラーマンが提唱した、もう一つガイドラインである。ありがとうございます。